こんにちは。可能文を集めている途中からやっていこうと思います。ですね、どうしよう、何からやろう。料理だ、料理。モンスター買ってきたので、1個でもまだメルのやつ、なんかミニゲームのミニゲームなのかな、わかんないけど、キノコ坊やだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。なんかそれはやってないんだけど、特別メニュー、グドンの肝スープ30匹、材料渡しましょう。では早速調理しましょう。30匹も使うんか。どうぞ。グドンの肝スープを飲んだ。アボギルクにアップ。お口に合いましたか？よかったらまた食べに来てください。へえ、これはランダムなのかな。他にも集めてきたんだけど、グドンばっかだな。だってなんかこれでパワーアップできるらしい。どっちがいいんだろうね。お金稼いで、ホップスさんのパワーアップアイテム買うのか。でも確か HP10 とか上がるみたいな書いてあった気がするんだよな。なんでグドンばっかなんだろう。日が変われば変わるのだろうか。あ、準備中だった。まずは可能分集めてきな。でねえと話がスタートしねえぜ。俺様のグレートマシンに不可能ね。これすごいさ、皮入っちゃってるけど大丈夫なんかな。そっか、あと2個なんだよね。あと行ってないとこっていうと、港？全然港行ってないけど、ここは本当に何にも起きなかったな、イベントね。飛び乗れないし、地震が起こって空に妙な城が現れた後、川の水が濁り始めたんだ。どうも湖の方から濁り水が流れ込んできたらしいが、湖水の遺跡で何が起こったんだ。あの空の城は都からも見えるのだろうか。もし見えていれば今頃大騒ぎだな。物好きな連中が見物に来るかもしれん。俺はこの町の静けさが気に入っていたんだが、まさかこんな大事件に巻き込まれるなんて夢にも思っていなかった。ロットがさ、今戦ってくれないってことは、戦うタイミング逃しちゃったかもしんない。悲しい、逃したかもしんない。だってもうさ、だってスカ団子で行って帰ってこれんのかな。どうなんだろう。メルンとこ行ってみるか。なんかやだな、またなんかやらされたら。やなんだけど。いや、ファンシーですね。よいしょ。いっぱいいる。まあ、遊んでいくのだ。ボールがゴロゴロで面白いのだ。やめとく。これがブランコ、ゆらゆらか。のラッパがプープークプーだもんな。やっぱこれで集めるってことなんかな。キノコ坊や、謎だ。どうぞ。あら、いらっしゃい。ちょうど良いところに来てくださいました。お姉様に話したいことがあるの。やばい、請求の件かな。請求書？私に？メルさんに手伝っていただいて、バレンの遺産について調べましたわ。デュープリズムのことを。お姉様？あれは恐ろしいものですわ。あんなものをこの世に解き放ってはなりません。恐ろしいって言われたってさっぱりわかんないわよ。結局デュープリズムってどういうものなの？
あれは力の雫の結晶よ。え？この世界、いいえ、この宇宙には様々な力が渦巻いているわ。太陽が輝く力、海がうねる力、風が吹きゆく力、大地が震える力、生命と時間が巡る力。宇宙は巨大な力の塊なのよ。それに比べたら私たちの魔法なんて子供だましね。どんな魔術師でもエイオンでも宇宙にみなぎる力の雫の一滴にさえかなわないわ。力の雫？天の雫、地の滴り、時のしぶき、生命の露？宇宙を満たす力の源からごくわずかずつ滴り落ちた純粋なエネルギーの塊ですわ。バレンはそれに目をつけたのです。わずかな力の雫を集めて凝縮し結晶化してデュープリズムを作ったのよ。プリズムってことなんだ。宇宙の力を結晶して作られたデュープリズムは万能の魔法よ。デュープリズムを手にした者は宇宙そのものを支配するでしょう。聖域にはそんなすごいものが眠っているわけね。間違いないでしょうね。聖域の最も奥にバレンとデュープリズムが待っているわ。そしてドールマスターも。私はすっかりあの男を信用していました。自分の未熟さが恥ずかしくて頭痛がしますわ。あんたってしっかりしてるように見えて結構人よしなのよね。そんなことだからドールマスターなんかに利用されちゃうのよ。私が国にいればこんなことにはならなかったのにね。お姉様はずる賢いですからあの男に騙されなかったでしょうね。ずる賢いってどういう意味よ。あー、どうなさいました？マヤ、一つ教えて。2年前あんたが私の王位継承権を奪ったのはどうして？それはドールマスターに説得されたからですわ。そうなんだ。ミント殿下がいる限りこの国に平和はないと言われて、私は、はっ、もしやドールマスターは邪魔なお姉様を追い払うためにあんたをそそのかして私の王位継承権を奪わせたってわけね。怒ったお姉様が家出するのも全てあの男の計算通りだったのですね。うわー、ってことは私が家出したのってあいつのせい？私が散々苦しんだのは全部あいつのせいだったのね。おのれ、なんてせこい陰謀を。ゆるさん、ボコボコにしてやる。威勢が良いのは結構だけれど、どうやってボコボコにするのかしら。ドールマスターという男はもう聖域に行ってしまったんじゃない？多分。では質問するけれど、あなたはあの空の城に行く方法を考えているの？うん、当たり前じゃない。聖域に行く方法ぐらいバッチリ考えてるわよ。そのためにはカノンオーブってアイテムが必要なのよね。あ、カノンオーブなら持っていたわよ。持っていた？え、持っていたって？ポプルプルルの子たちにねだられて、まさか。あげてしまったのよ。なぬー、やだ、やだ。あの子たちが持っていると思う。やだ、もうやりたくない。事情を話して貸してもらうことにやってくれるかな。貸してくれるかな。そっか、じゃあそうするわ。よし、これでまた一歩デュープリズムに近づいたわね。待ってなさいよデュープリズム。
バレんだかなんだか知らないけど、バッチリ私のものにしてやるわ。お姉様、今なんとおっしゃいました？私のものにしてやるですって。当然じゃない。聖域に乗り込んだらデュープリズムはゲットよ。もちろんドールマスターもボコボコにしてやるけどね。まだそんなことを言っているのですか？あれはとてつもない魔法なのです。人間が手を出してはいけませんわ。固いこと言うんじゃないわよ。そういう問題ではありません。ああ頭痛がしますわ。だけどぼんやりしてたら遺産はドールマスターの手に落ちるわ。あんな奴が遺産を持つよりは私が手に入れた方がまだマシだと思わない？どっちもどっちという気がしますわ。メルさんもお姉様に言ってください。遺産に手を出してはいけないと。やめておくわ。私が言ってもミントは聞いてくれないもの。そうよ、誰が何て言ったって私は絶対に諦めないわ。必ず遺産を手に入れて世界を征服してやるのよ。悪夢ですわ。その息よミント、これから何が起こっても諦めずに進みなさい。自分の力を信じて突き進めば結果なんて後からついてくるわ。途中で逃げたりしたら許さないわよ。その時は。あ、いや。びっくりした。ケーキ漬けの花火よ。もしかして一番強いのメルさんか？ミント頑張ってね、応援しているわ。任せといて。ちゃちゃっと片付けて世界を征服してやるわ。じゃあ行ってくるわね。あんたはここで私の大成功を祈ってるのよ、わかった？え、どうして私が？それじゃメル、前をよろしくね。相変わらず台風みたいに元気いっぱいな子ね。もう誰もお姉様は止められませんわ。世界はどうなってしまうのでしょう。え、待って待って待って、すまない、ポプルプルル。ポプルプルル。マヤのこと私に任せて、責任を持って預かるわ。ありがとう。どうしてもバレンの聖域に行きたいならもう止めはしないけれど、覚悟はしておくのよミント。デュープリズムの力は危険よ。惑わされないようにくれぐれも気をつけなさい。ルーはもう飛び立ったわ。あの子も必死なので。もしお姉様が世界を征服したら、想像するだけで頭痛がしますわ。まさかドールマスターがあんな野望を隠していたとは。我が王国の誰一人として気づきませんでしたわ。そんな。あんなめっちゃさ怪しい見た目してんのに。お姉様にデュープリズムを持たせるのは強盗に武器を渡すようなものですわ。お姉様気をつけてくださいましね、いろいろな意味で。ありがとう。で誰誰、あ、カノーブ。それなら僕たちが持ってるのだ。貸して欲しかったら僕たちと遊ぶのだ。やだ。どういうことだよこいつが。お前か。僕はよく知らないのだ。よそで探すのだ。どうやって遊ぶんだろう。どういうこと？あ、僕のボールで遊ぶ。遊ぶ。何やんだろう。またかよ。見てよ。あ、落ちた。
ちょっと前と同じかな。どうなんだろう、これさ、前と同じ、何が、なんか違ったりするのかな。こいつ前と同じような、そうじゃない、あったあったあった。あー魔法をまずバルカンにして基本避けていくけど、いてててて、あれダメージ受けるんだ。いやいやいや、もうね、あ落ちた。あーもうあかん、もうあかんよこんな。ほらほらほら、これいって倒して飛んでくるんだよな、星が飛んでくる。みんなどう、ノーカットでこれ見るの。どう。前回さめっちゃカットしたけど、あのすごいやり直してますからね、もちろん。いやー、あいてててて、ジャンプができない。バレもなくなるんだ。同じかな、なんか人増えてる気が、人っていうか人じゃないけど、あ、敵の数増えてる気もしなくもないんだけど、あんなにいたんかな、ここいなかった気がするな。怖いやばい。で、この奥が多分上乗んなきゃいけないんだよね、確か。そうだった気がする。あ、いやー届かないんだよなこれ。そうなんだよな。いやー、カットするわ多分、ごめん。500点で、それ以上取れたらいいものやる。これなんだっけ、これなんだっけ、あ、これかこれか、収穫すんだ、収穫で、あ、これやっと立てちゃダメなんだ、立てちゃダメなんだ、立ってるやつを、あ、やべ、やっちゃった、収穫、歩いてるやつを、やべやべやべ、難しい難しい、非常に難しい、この辺だ、あ、やっちゃったやっちゃった、やっちゃった。難しすぎるだろ、やばいやばい、えいえい、ほっ、もうやばい、やばいやばい、あー全然無理なんですけど。全然無理なんですけど。え、でもさ、終わったからなんかくれる。遊んでくれてありがとうなのだ。またこんな後半にやると思わなかった。カノーブを貸してあげるのだ、ありがとう。いやー、いやーやっぱできますね、何回でもできるみたいですよこれ、遊び好きな人ぜひぜひどうぞ。あー、いやー、もう今日これで終わりよ。ブランコいられる、4人いるはずだよね。1体しかいなくなっちゃった。1、2、3、
4人目が消えてしまったが、まあいいか、とりあえず戻ろう、とりあえず戻ろう戻ろう、早く脱出しよう、こっからもう嫌やで、よいしょよいしょ、ああ戻ってきた、あと一個か、あ、あれベルがいる、あれ他のみんないないんだ、イベントかな、カノン部は集まったかい、とりあえず3個集めたわ、私もヘクサゴンに装着されていたオーブを持ってきたよ、これで4個だ、あんたが集めた3個とロットが最初から持っていた5個で全部で9個だね、あと1つか、あれリュックがいないじゃない、珍しいわね、あんたたちいつも一緒なのに、ロットもいない。え、なんか変な組み合わせ。ロットとデューク？男同士なんかあるってこと？あいつらどこに行っちゃったの？私も知らないんだよ。二人だけでカノーブを探しに行っちまったんだ。なんだって？え、あの二人ってそんなに仲が良かったっけ？私も知らなかったのさ。デュークのやつ。ちょくちょくロットと試合をしていたそうだよ、そうなんだマジか、デューク弱そうだからお金ちょっとは取れたんだな、ロットきっと、へえー、そうだったんだ、それにしてもあいつらどこに行っちゃったんだろう、私を置いていくなんてデュークのやつ何考えてるんだか、帰ってきたらお仕置きだよはあ、とっとと帰ってきておくれよ、めっちゃ心配してる、ベル、リュークが心配なの？え？なんだなんだ、いい仲なんだこれ冗談おやめ、このベル様があんなトンチキの心配なんかするわけないだろう、そりゃあいつと一緒でないと食事も酒もまずいけどさめちゃめちゃ心配してるじゃない、やっぱベルって素直じゃないわよね、あ、あんたたち、ただいま帰りましたぜ姉さん、無事だ姉さん、心配おかけしました、あ、おー何が心配かけました、ダイ、私の命令もないのに勝手に行動するんじゃないよ、今回だけは許してやるけど、またやったら許しはしないよ、すみません待てよベル、ホットになるのもわかるが、今回ばかりは許してくれねえか、俺様たち二人でカノーブをきっちりゲットしてきたんだ、おー、どっから、あのファイヤーだらけのマウンテンでな、そう、俺様とリュウクは、あ、怒りの山、うぐ、え、ちょ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 、ロット、あんたひどい怪我じゃない、みっともね、痛いって言ってるリュウクがみっともねえぜ、このロット・ザ・ブレードスターが老いぼれドラゴンにやられるなんてよ、まさかウィードオフと戦ってたんかまさか、詳しい事情は後で俺が説明する、早くロットを手当てしてやってくれ、なんだこれ、確実にもうロットとバトルできないわ、俺はとある情報を聞きつけたのさ、海炎竜ミーラーフがカノーブを持っているってな、そこで俺とロットは怒りの山に登ってミーラーフに挑戦したんだ、持ってんだ、このもう一段階上があったっぽいんですよね、見たかったな、カノーブが欲しければ主らの力を示すがよい、
忙しいなー、ウィーラーフ。あ、ロット大丈夫か。その程度の実力でわしに挑むなど100年早いわ。刃を交えるだけ無駄というものよ。帰れ、無様に逃げ去れば命ばかりは助けてやろう。うるせえ。ミックな口を叩くのは俺様通してからにしな。よかろう。ならば望み通り骨まで灰にしてくれるわ。大丈夫か。おまだ倒れぬか。諦めが悪いの。当たり前さ。俺様はロッド・ザ・ブレードスター。この胸に熱いソウルがある限り俺様は不死身で無敵で無敗で上昇だ。めっちゃ負けてるけどな。ほう、主は魂の熱さを誇るか。ならばわしが吐く炎と主の魂の炎を。我が開演、見事受け止めてみせよ。おいおい、待て、ウィーラーフ。お前の相手はロットだけじゃないぜ。それかい。このスターライト、デュークが相手だ。なりきりこれしかないんか、お前は。濃すぎるな、これ。遅いぜ、デューク。すまん、被害に手間取った。だが安心してくれ、あんたの分まで俺が戦う。いや、もう笑っちゃうよな、これ。はて、珍妙よの。ウィーラフ最近楽しいだろ、これ。主らの考えがまるで読めぬわ。主らが可能部を求めるのは、己のためではないはず。なのになぜ苦しんで戦うのだ。は、千年も生きてるくせにわからねえのか、ウィーラフさんよ。答えはたった一つ、ソウルさ。ミントを見てるとソウルがメラメラ熱くなり上がるのさ。あんなベイビーが自分の力だけを頼りに栄誉の遺産を追いかけている。とんでもねえガッツじゃねえか。めちゃくちゃなやつだがスカッとするぜ。あいつの願い叶えてやりたくてよ。だから俺様のソウルのパワーであいつを応援してやるのさ。これでソウルが燃えてこなけりゃ。男じゃねえぜ。あ、男じゃねえだろ。決めるぜ、デューク。ビビるんじゃねえぞ。おう。面白いものよの。主らの心意気、しかと心得た。その熱き魂を刃に変えて、我が開演、見事打ち破ってみせい。そんな。なんかすごかったんだけど。そしてウィーラーフは俺たちの力を認めてカノン部を渡してくれたのさ。でもロットが重い怪我を。あー、くそ、俺がもっと早くスターライトデュークに着替えていれば。あんたたち。ごめん、すごいいい話なんだけど、やっぱちょっと笑っちゃうな、これ。たく、なんて無茶をするんだい。だがミント喜んでくれ。カノンオーブは10個揃ったんだ。あの空の城までひとっ飛びだぜ。任せといて。あんたたちの分までバッチリ決めてくるわ。ルーのこともやれるだけやってみる。頼むよ。プリマも。だけど一つ大きな問題がないかい？
だってロットのマシンで飛んでいくんだろう。それなのにロットがこの怪我じゃ、一体誰がマシンを操縦するんだい。しまった。どうしよう。慌てるんじゃねえ。俺にグッドのアイディアがあるぜ。うぐ、大丈夫か。ロット、無理するんじゃない。情けねえボイスを出すんじゃねえ。俺様のアイディアにはおめえの能力が必要なんだ。俺の能力だって、なりきりでどうすればいいんだ。まさか。決まってるじゃねえか、リューク。俺様になりきれ。おめえが俺様になりきって、ちょっとごめん、笑い止まんない。俺様になりきって、スカーレット、タイフーン、グア、エクセレントガンモン、操縦しろ。なんだって。そうか、その手があったか。でも俺にできるだろうか。ちょっとごめん、ずっと笑ってんだけどさ。おめえなら OK さ、リュウ君。俺様はおめえを信じる。俺様のスカーレット、グフ、タイフン、ゲフゲフ、エクセレント、ガフ。ガンマはジャジャ馬だが、おめえのなりきりならノープロブレムだ。空の果てまでかっ飛べるぜ。わかった。こんなさ、面白い男の友情あります？ロット、俺はあんたになりきるぜ。オッケー、しっかり頼むぜ。俺様のスカー、ムグー、レッド、グア。ロット、もう喋んないで。お腹痛い。男ってやつはいくつになっても男の子なんだね。私燃えてきたわ。こうなったら何が何でも遺産を手に入れてやる。邪魔する奴は一人残らず、私の魔法でボコボコにして、ハッピーエンドになだれ込むわ。タフなベイビーだぜ。夜が明けたら出発できるように、今すぐ準備に取りかかるぜ。ミント、今夜はゆっくり休んでおきな。明日はきっと、どえらいバトルになるよ。やっぱもうラストなんだよな。いや、めちゃくちゃ面白かったんだけど、何だったの本当に。何だったの本当。さて、今どんな感じ？ちょっと MP 減ってるかぐらいか。今日ここで終わりにしたいんだけど、もう終わりか。なんか鍛えるのとかも結構楽しかったんだよな。メニューだけ見て、クドムしか出てこないかな。あ、キノコスープかー。これ溜まればあれ変わるかも。本日のだから変わるかもしれないよね。ちょっとそれやってるかもしれない。うん、と多分ラスダンだから。でもお金そんなに持ってないんだよな。そんなにないんだよな。行っちゃうか。なんか多分ロットと戦えなそうだし、悲しいな。タイミング逃してしまった。はい、じゃとりあえずここで終わりにして、次回多分ラスダンだと思います。バレンの聖域に乗り込んでいこうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。